ひよこまるです。独り言ですの動画ですね。気づいたら、このシリーズどっかに行ったって話か、なんか病気したわって話かしてないんですけど、なんかおかしいな、そんなつもりじゃなかったんだけど。まあ、今回はタイトル通り、地になった話をします。一応苦手な方は聞くのをやめといてください。ことは4月半ばまで遡り、その頃に、ケツが悲鳴を上げ出した時ですね。最初は気にしてなかったっていうのも、ちょいちょいどっかで行ったりしてるんですけど、潰瘍性大腸炎って病気でトイレの回数が多いんですよね。だから切れ痔はしょっちゅうなってたから、まだかぐらいにしか思ってなかったんですけど、まあほならいつもより痛いし長いしで、でケツ触ったら出来物があるぞと。で、まあこれが人生初めてのイボチじゃこいつはとなりまして、でその頃もう間もなく大阪に行く予定がありまして、東京リベンジャーズの展示会を見に行きたくて、大阪へ行く新幹線だとかイベント会場とかの予約をもう済ませた状態だったんですよね。まあ、どうしてもですね、行きたくて、困ったオタクなもんで、そこに行きたくて、まあこれを逃したらもう人生で二度はないイベントだろうし、で、まあ、キャンセル料もかかるし、行ったんですよね。まあ行ったと言われましたよ、周りの人から。そのケツで新幹線乗れんのかと。で、もう、乗ってやるわいと。こっちはもう、買い言葉ですよ。別に喧嘩とかしてるわけじゃないんだけど。こっちはもう意地になってるから。で、まあ正直、座ってるのがしんどくてですね。でも、円座を持ち歩くのが恥ずかしい。お尻に敷くクッションですね。円座を持ち歩くのが恥ずかしいし、まあ、荷物だしっていう理由で持ってってなかったもんで、ほんで、座ってる間もじもじして、電車移動をこなし、で、なんだかんだ、やっぱ大阪内の移動手段って、主に歩きしかなかったんですよね。歩きと電車。まあタクシーとか使えばまた違ったかもしれないんですけど、もう座るの痛いって考えで、頭でっかちになってたもんで、意地で歩き回ったんですけど、まあ、歩くのも痛いんですね、結局ね。一緒でした。だからもう、途中で歩くのしんどくなって、その辺の寝カフェに入って寝るっていう、何しに大阪しに来たんだっていうことで時間潰しましたね。まあなんてことを間に挟み、地元に帰ってきて、小さい病院で見てもらって、何にもならず、仕事でゴールデンウィークを埋め、気づいたら5月半ば、1ヶ月ぐらいになってました。まあ、1ヶ月経っても治ってないんですけどね。まあ、その間、今いろいろ端折ってはいますよ。まあ、1ヶ月経っても治ってないんで、大きい病院に行ったんですよね。で、見てもらったその日に、緊急手術からの緊急入院になりまして、本当に早く手術しなさいって状況だったみたいで、ここでありきたりなことを言いますけど、自分の体に異常を感じたら、すぐ病院行きなさいってね、
当たり前のこと言ってますけど、もうでもこれはもう過ちを犯したものが決まっているやつですよね。ほったらかしにしてたら自分が痛い目見えるんだぞってね、はい、痛いほど身にしみました。うん、結果次郎ってやつになってまして、海がお尻の中にできてて、それがずっとあるから、痔ができちゃうと。で、それが広範囲にできてる海が。で、もうすぐお尻の穴を一周取り囲むんじゃないかってほどに。うん、なんで、マクロ注意ディスコから、お尻に穴を開けて、そこに管を刺して、そこから海を出るように、今現在、まあ今この喋ってる段階ではしてますね。っていう手術をしました。穴を何箇所か開けて。うん。あと、あんまどうでもいいけど、看護師さんとかにお尻見られるの普通に恥ずかしかった。下半身麻酔だったんで、上半身普通に意識がある中で、お尻を魔改造されてたんで、うん。まあ、医療行為と分かってても、めっちゃケツ改造されるの恥ずかしかったわ。と、まあ、そういう目に遭いたくなかったら、本当にそれなりの予防と、早期発見と、早期治療をしなさいよって話ですよね。はい。まあ、僕みたいに、病気とかでトイレの回数が多い方とかは痔になるリスクが高いんで、まあ、もうなってしまうのはしょうがない。ならもう早めに病院に行ってこうってね。はい。お前が言うなっていう話ですね。今回過ちを犯した、大いに失敗した僕からのお話でした。うん。マジで悠長に大阪なんて言ってる場合じゃないんだったっていう。やつですね。若い人でももう今痔になりやすいんで気をつけてくださいって言いたいだけの動画になってます。はい。まあ一人で管巻いてるだけの動画でこんな風になりたくないって思ってもらえたら幸いですね。はい。以上ひよこまるでした。健康だけが俺の願いだよ。さよなら。